捕まえちゃダメだよ。そうだ、バーバー上手。双子ちゃん寝る。丸はかけるね。丸はかけてるね。丸かける。丸って。ペン出てない。ペン出てない。ペン出てないってか。まあ。ヘンリー。ヘンリー？ヘンリー？緑？緑色出た？うん。うん？ヘンリー。そうだね。丸はかけるね。うん。オッケー、まあ、うん、緑だな。うん、じゃあ次ちょっと難しいよ。次ちょっと次難しいよ。いくよ。三角かける、見ててよ、よく。三角、はい、これ書いて、あ、そっちも書くね。はい、いくよ、見ててよ。三角、まっすぐな線を描いて、もう一回ちょっとずらします。はい、三角形と、はい、描いてみてください。うん、塗っただけだな。まあ、うん、丸は描けてるな。うまい、うまい。若干三角になってんな。なぞってもいいから一回ね、三角形ってのを覚えてみようか。うん、まあ、あんま三角形練習したことないからな。三角、じゃあ一緒に書いてみようか。持って、はい、持って、いくよ。一回ね、止まるってことが三角形は大事なの。はい、これが書けるようになると、お絵描きの幅が広がります。一緒にやろうか。ペン持って、逆逆逆逆、反対反対、こっち側だな。はい、いくよ。三角って、ほら、三角かけた。そう、一緒一緒。うん、そうね、三角形かけるとネックスもかけたりすると思うよ。単純な図形の組み合わせでね、電車をかけるからね。なんの？三角だよ。まんま。まんま。うん？机に書いちゃダメ。机に書かないで。まんま。いい線だね。うん。三角形は早かったね。カメラをよこせって言ったね。やだ。あと、あ、そうだよ、鳥さんの図鑑だよ。うん、あと、ハトさん、ハトさんいた？ない。な？そんなバカな。あの有名なハトさん。ちょっと探してみて。お母さんに教えて。ハトさんいる？あ、この子ね、この子を見た気がするけど。これ見てよね、緑の鳥ね。なぜダメ？なぜダメ？あ、いた！今行き過ぎた！一瞬いた！頑張って探して、頑張って前の方にいたから、ほら、そう、いたね、ハトさん。いた？あ、いた！いたね、絵が可愛い。いた？いた？いた？ハト？ハト？そう、ハト。よかったね。ハト？そう、ハトって書いてる、ハトって。ハト？そう、ハト。あいた。うん、いた、よかった。一番身近な鳥かもね。そうだね。あと次がスズメとかカラスぐらいで。あきょう、あきょう。地域にもよるけど、この地域はカラスの方がかな、よう見るかね。季節的なものもあるかもね。あ、そうだね。あきょう。
また暖かくなってきたらする、ね、そうだね。あと、あと、あと、ハトいた、ほんとだ、食べんの、いこう、こう、こう、うん、そうだね、スリスパ、そうだ、あ酸っぱい、やっと酸っぱいが分かったか。でもこれ酸っぱい、いいかな、もっと酸っぱいの結構普通に食べてるけどね、あんた機嫌悪くしてない食べた、ご飯が進んじゃ う, そう、ね、いいことだ、ご飯食べて、君の食事量少ないから、うん、ご飯食べてるね、君じゃ大人気だ、いいよ、ひまちゃん食べてない、大丈夫、ママひまりちゃん取り合わないでください、大丈夫だよ、なでなでしてあげればいいじゃない、そうそうそう、優しくしてあげて、カメラ、カメラ、カメラは触っちゃダメ、そう、カメラ触っちゃダメ、カメラ触っちゃダメ、ひまりちゃん嫌がってるよ、ひまりちゃん嫌なことすると好感度下がっちゃうから、いたずらっ子、ほら、カメラはダメだって言ってんぞ、ダメ、いや、これ、お前が触ってた、ダメ、お前が触ってたじゃねえか、今、ダメダメなの、カメラさんじゃ、だから触っちゃダメなの、なんでまた外からかかかわいい、 I want to あと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 一人ずつじゃないと厳しいな、あとハトいた？うん、じゃあハト教えて、うん、ハト教えて、うん、はい、あ、そっちちゃん、二人とも行こうな、あ、今、あれ、うん、ハトさんいた？ないね、ない？そっか、ないか、ハト！いた？いた、ハト、ほんとだ、いた、ハトさん、あっこ、ハトと抱っこが近いんだよ、音が、わかんないよ、抱っこの人、はい、ほんと？来た、ハト、うん、ハトバタバタ飛んでっちゃうね、うん、バタバタバタ、捕まえちゃダメだよ、バッバッバッ、上手上手、うん、なんか手の動き細かいけどもう一回やってハト、マネ上手だね、あ、もう一回もう一回、あれちょっとなんかなんか最初の1回目が上手かったな、あ、ごめん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 、激怒した、ハトは元気でした。ダコ、ダコ。ダコが来た。もうできた。おいや。あ、押さない、押さない。押し出したの。おいや。押さないな、危ないから、本当に。これなんていうの、すごいね、これ読めたね。うん、なんていうんだっけ。や、や、や、や。すごいね、読めるんだ。あれ、あれです。すげえ。すごい。いや、読めるんだ。うん。すごいね。よ、読めたね、よ、読めた、読むのかしのようです、今日はお父さんと寝かしつけです、あたない、あたはいません、お父さんと一緒に寝る人、近い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